はい、どうもこんにちは、エトナーです。今回は今度武器セレクションでバケットスロッシャーソーダの方が来ると思うんですが、まあそれに備えて皆さんに投げ払いの方をね覚えていってもらおうと思ってこの動画を撮っていきます。まず基本的なこととしてバケツのダメージは70ダメージで、で根元が50ダメージとなっています。で、下から撃つ場合は威力減衰はないんですが、上から撃つ場合はこんな感じで、威力が下がります。で、まず薙払いについてなんですが、バケツはねこんな感じで当たり判定がまあ8個ぐらい8、9個ぐらいあるんですよ。で、一直線に撃つとまあこんな感じでねここに当たり判定が固まってるって感じなんですが、こんな感じで薙払いすることによってまあ当たり判定をねこんな感じで増やせるというか、一直線の敵にしか倒せないところを投げ払いをすることによってこんな感じで、まあここの弾が通ったところの敵は倒せるみたいな感じですね。まあなんだろう、無知みたいな感じで捉えてもらえればいいのかな。こんな感じでもう敵をペシペシ無知で殴っていくみたいな感じですね。こんな感じね。はい、なので投げ払いはもうなんだろう、ぶっちゃけ言うと、その、エイム、まあこんな感じでエイム合わせるよりも、明らかにエイム合わせるのが楽なんですよ、投げ払いした方が。コントローラーをこうやって振るだけで、当たるんで。なのでね、はい。投げ払いは、当たり判定を増やすっていう目的で基本的に使っていきます。まああとね、クソエイムをカバーするっていう。そんな感じですね。で、投げ払いの仕方、やり方、は、弾を出す瞬間に、コントローラーを振る。こんだけ。マジ楽。弾を出した瞬間にコントローラー振る。こんな感じで。振りまくる。でも、振り幅によっては、こんなね、こことか、あと、もうギュンって後ろに、ほら、こんな感じで、後ろの方にもね、投げ払うことができるんで、まあ、そこら辺はね、敵の位置とかを見て調整していきましょう。まあ、もし後ろに敵がいた場合、こんな感じで、もうここの敵とかも、この当たり判定でやれるんでね。そこら辺調整していってください。で、投げ払いをするときに気をつけてほしいのが、やっぱ当たり判定がね、どうしても散らばってしまうので、たまに当たんないっていう時が出てきてしまうんで、なんだろ、明らかにインク被さってんのに、ほらこんな感じで、明らかにインク被さってんのに当たんないって時が出てきてしまうのって、まあ、なんだろう。そこをちょっと運な気がするんですけど、なんだ、バケツずっと使ってるんですけど、そこら辺の仕様未だになんか謎で、まあ、運なので。まあ言うて、こんな感じで近くにいたら絶対当たるんですけど、遠くから撃った場合、たまにね、当たんない時があるのって、まあ、そこら辺は気をつけてください。はい、では実践の方やっていきましょう。ゴーゴー。さあ、ガンガでやっていきましょう。投げ払いバンバン使っていきたいな。めっちゃ投げ払うから見とけ、マジで。めっちゃ投げ払っ、もう見せぷかってぐらい投げ払ってやるから、マジで。見といてくれ。すーげー投げ払うからな。本当にね、あの、ムチみたいなイメージでやってくれれば、ドラクエのゼシカみたいなね、あんな感じで、投げキスはしないけどね、ムチみたいな感じでやってもらえれば、まあいいかなと。そう。いやいや、逃げた。あいつ。スフィア、たまんないな、やっぱ。220ポイント多いな。で、X、よいしょ。X、やれ、あー、ちょっと入った。でも今のね、当たってたんで、投げ払い。あんな感じで、もう後ろの敵もね、バンって振り向いてもらえれば、だいたい当たるんで。で、とりあえず敵とかキープして、右とか来るかな。あ、来た。バケツは、よいしょ、やって。で、こいつも。あ、いいね、これ。今のいい投げ払い。あんな感じなんだろう、なんか、一直線に撃つと、敵の目の前まで行かなきゃいけないけど、なんだろうな、体を投げ払いすることによって、体を隠しながら、弾出せるんで、もうそれも強みかなと。さっきみたいなところ。壁に隠れながら。
出せるんで。さあ、よいしょ、やっていく。で、よいしょ、いい、いいね、いいね。先端でやっていくと。で、X は降りてきたが、はい、はい、やっていく。え、ちょっと、ちょっと、ごめんなさい。大丈夫。あぶねえ、ごめんねー。助かった。最後、これエリア取られとったら先般だから、マジで。マジで先般だったからな。あぶねえ、助かったー。怖いわ、マジで。はい、ナイス。はい、ではやっていきましょう。ガンガゼ、野外音楽と。ギアはね、ゾンビ、カムバックゾンビステジャンの方を使っていきまーす。やっていきましょう。さあ、相手編成結構強いな。洗濯機いるね。洗濯機に負けないってところを見せれればいいな。まあ、射程はね、ちょっと洗濯機の方が長いんですが、やっぱ。まあ、じゃあ、それでも負けないってところを見せていければいいな。1枚やって。で、2枚目、じゃあ、プレス、やめて、帰るよーん。飛んで。で、スフィア。そう、この武器ね。スフィア220ポイントなんだよ。マジで多いよな。まあ、確かに昔暴れたから、しょうがないと思うんだけど。270ポイントってなかなかやばいな。よいしょ。はい、振って。はい。やられていく。プレッサー。強えな。さあ、一回オールダウン入ったが、よいしょ。飛んで、まあスプリンクラーを置いて、正直スプリンクラーね、なんかそんな強くないからな。とりあえず、おとりに使うのがベストかと思います。塗り目的に使っても今のスプリンクラー全然塗れないんで、もうおとりに使うしかないかな。よいしょ。待って、わー！これね、威力減衰。高いところから撃ったらメイン性能積まないと威力下がっちゃうんで、まあ、なるべくバケツはなんだろう、下から撃った方がいいのかな。基本的にやっぱ FPS って高いところから撃つのが強いと思うんですが、バケツに限ってはね、なんか下から撃った方がいいのかなーって、個人的には思います。バケツ系なんで、スロシャ系なんで、なんだろう、下から撃っても敵のインクを覆いかぶさるように、インク出すことができるんで、まあ、そうですね。なるべく下から撃った方が。敵にインクを被せる感じで。B バスとかもね、タワー取られても、下からね、バシャンバシャンやってれば、大体死ぬんで。それをイメージしてもらえれば分かりやすいかなと思います。さあ、チャージャーバレたな。やれね。やれないよーん。あっちょいあっちょいそのボムはうめえ。さあ、に落ち入って。ぴょん。まあ、塗りはもう完全に X に任せてていいかな。逃げるよ。危ない。洗濯機長えな、マジで。よいしょ。やって。こんな感じで、まあ、投げ払いすることによってね、敵の行動を制限するとか、できるんで。右、例えば、なんだろう。障害物があったとして、投げ払いすると、上と、例えば右に投げ払いしたら、その上と右ルートを両方潰せるんで、インクの出し方によっては、敵のね、行動を制限することもできると。それさっき説明すればよかった。説明してなかったな。なんで説明しなかったやろ、俺。まあ、昔ね、バケツ講座出したと思うんですけど、まあ、それは、そこで話してるんで、よかったら見てください。あと、バケツのね、手元動画もあるんで、二つの動画はリンク貼っておくんで、まあ良ければ見てください。結構ね、昔に上げた動画だから、今と言ってることちょっと違うかもしれないけど、まあまあそこのところはご了承ください。さあ、残り1分半。味方の X 溶けて、ナイスです。口じゃないんだよなぁ。いや、なんかね、移動してるときにね、ナイスボタン押せないんだよな。ぶっちゃけね、ナイス玉、ナイス押さんでいいと思うよ。やっぱ十字ボタンに手を添えなきゃいけなくなるから、なんか、自分で行動制限しちゃう気がするんよね。よいしょ。やって。で、もう一個やって。やばい、さ、チャージャー。
イエーイ、うまい。やるな。まあ、ただエリアね、カウントこっちが勝ってるんで、俺がスフィア貯めて、X もスフィア貯めたらいいと思ったけど、ニオチ入ったらやばいな、これ。大丈夫かな。よいしょ。ナイスー。スフィア、おっと、スフィアそこで入ったらちょっとまずい気がするか。洗濯機やっていって、じゃあんまり投げ払いを使ってないな。ガンガン使っていきたいが、敵がおらん。よいしょ。うわぁ。しかも外してたし、今の。やばいやばい。もう残り20秒、カウント稼げば勝ち。よいしょ。当たらん。当たらん。危ねえ、はい。70ダメージ結構重いからな、マジで。言うて洗濯機の直撃76ダメージなんだけどな。なんでやろうな。やって。えいなって勝ちと、ナイスー。いいねえ。ガンガゼ、割と戦いやすかったな。バケツあんま強いイメージなかったけど、結構戦いやすい。はい、15キル、いいね。はい、というわけで今回の動画はここまで。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、じゃあの。